ぶん回した結果何が起きたかっていうと大会率上がったんですよね。でこれ怖って思ってこんにちは、キサルです。どうも、ショウです。いや、今日もよろしくお願いします。今日はね、超危険な集客方法ということでこれやったら死ぬでっていう、ね、はい、それについて喋ってもらおうかなと。わかりました。はい、これちょっと見てる皆さんも自分のもうちょいお客さん増やしたいな、はい、広告とか手出そうかな、何しようかな、集客どうしようかなと思ってる人に見ていただきたいなと、はい、よいしょ。まあ、まずね、はい、そもそもまあ集客といえばっても考え方をね、はい、僕はまずよく言うんですよ。これが基本的にみんな教えてるのはまずこれなんよ。それね、まあ、集客は増え続けていかなければいけないっていうのが俺の考え。囲う人とか見るじゃないですか、はいはいはい、自分のリストを、うん、囲ったら増えてないしみたいなね。なるほどね。そうだから結局この新規も大事だしリピーターも大事だけど、でもどっちも重要だよねと、はい、増え続けていかなあかんでっていうのがもう僕の考えなんですよ。その囲うってどういうことなんですか。例えば自分のセミナーで、はい、そうだね、100リストしかありません、この100リストはもう俺のもんだって言って、はい、こっから全然増えへんと、っていうのはうちの業界あるあるなんですよ。じゃあ囲ってない人はどういう感じなんですか。囲ってない人はこのリスト別に自分のリストと思ってないから、はい、じゃあコラボとかしたり、はいはいはい、そのリストを放出して逆に新しいリストを手に入れたりとか。なるほど。で徐々にでもこう増やし続けていくっていうのが多いんですよね。いや、それいいっすね、うん、なかなかねこれ自分で保身に入っちゃうとできないっすよね。そういうことなの。本当にどんどんやっぱこう先細りしていくんよね、はい、まあ、増やし続けていかなあかんでっていうのが前提にあって、はい、じゃあ増やし続けていくのはどうしたらいいのってなると、はい、いろんな手法ってあるじゃないですか、はいはいはい、でも考え方として今日は2つだけでいいんですよ。広報と広告。ああ、めっちゃ分かりやすい。この2つだけ、はい、もうこれだけやりゃとりあえず集客は増え続けていくし売り上げも上がり続けるっていう、はい、まあ、ポイントがこの2つやけど、はい、広報広告って言われても分かりづらい人がいると思うから、例えば広告やったら、まあ、広告イメージは釣り堀で魚釣るイメージ、はい、例えばじゃあコロスケみたいなのをターゲットとして、はい、じゃあコロスケがなんか引っかかりそうなのはもうなんかやるだけ寝るだけ、即みたいな、ね、まあ、響くじゃないですか。コロさん響いたでしょ今。まあ、響く。この先は何ですか。そう。この先は何ですか。別にこれ女の話じゃないからね。っていう、まあ、こう餌をぶら下げて、はい、まあ、コロスケっていう魚を釣るわけですよ。はい、で、まあ、釣りまくったら、はい、まあ、釣り堀やからね、はいはいはい。コロスケはいなくなるわけですよ。はい、だから広告って一発、うん、もうターゲットに伝える言葉が当たればすぐ売り上げに繋がる。なるほどなるほど。けどやり続けたらどんどん魚はおらんくなる。はい、まあ、お父さんいなくなる。だからまあ、はい、広告。はい、で広告って何かっていうと、釣り堀やったらおらんくなるから、じゃあもっと大海原に出て行って、うん、新しいコロスケを発見しに行こうっていうのが広報。なるほど。例えばじゃあ広告をね、仮にやったことがない人が広報とかをいきなりやると、はい、例えばやけど、じゃあ雑誌に載せるとかテレビに出るとかラジオに出るとか新聞出そうとかやっても、急に何が起こるかっていうと、大海原にコロスケを探しに行きました、じゃあ目の前見たら、あ、コロスケめっちゃ泳いでるやんの状態やけど釣り竿持ってない、うんうん、こんな感じ、うんうん、これ広報だけやっても全く意味がない、うん、だ結構みんな勘違いするのは、広がりゃ売れると思ってる人いるけど、売れる動線ができてない状態で広げることをやっちゃうとお金だけ全部無駄になるよっていう、まあ、これ結構危険ポイント、うん、だからまず広告をやってからその後広報に移っていくっていう、これが一番綺麗なやり方で、まあ、その基本も抑えながら北原さんも含め俺らがやってた集客のやり方っていうのが、まあ、SEO はでも北原さん、そうですね、僕一時期ずっとやってましたね、SEO は。僕が副業で100万円稼げるようになったとかもそうだし、美容室の初期の頃もそうだし、結構この SEO 検索結果に対して上位に表示させるっていう部分なんですけど、その上位1ページ目に入るのは当然なんですけど、1位からいかに5位以内ぐらいに入っていくか、これが美容室だったら大体1位2位3位がホットペッパービューティーさんが独占してる状態なんですよ。いかにそこにこう割り込んでいくかっていう部分を SEO でどう取るのかってことをやってました、うん、はい、これね、僕らの仲間で、うん、本当に超絶マニアックな方がいらっしゃって、うん、分析用サイトを1000以上持ってる方なんですね、そのサイトで。分析用サイトだから比較的一定のルールのもと作ってるサイトが1000サイトあって、うん、例えばこの300サイトはこのルールにしよう、この300サイトはこのルールにしようって言って、ちょっとずつ変えた300サイトで上位の変化は出るのかっていうテストの仕方なんですけど、例えばテキストって色付けられるじゃないですか、この色が赤と通常の黒ではどっちの方が SEO ランク、うん、ポイントが高いのかっていうのを500サイトずつ割ってやって、どっちの方が表示しやすいのかっていうのを3年かけて様子を見ながらやって、一切変わらないってことに入るんですよ。これすごくない、マジで。今俺全部解析しましたが来るかも、一切変わらない。そうなんですよ、3年間やって結果変わらないってことが分かったんですっつって、だから僕らってマネタイズの
方に走るじゃないですか。 ね、その人は1ピクセルごと刻んだものとかで、実際300文字500文字1000文字どっちの方がいいのとかをちゃんと寝かせながら研究してってるんですよ。でアルゴリズムが変わった瞬間、うん、要は300文字入ってるページと1000文字入ってるページはどっちの方が下がってんのか上がってんのかで、うん、統計的な数字を出すんですよその人って。へー、ちょっとねおかしいんすよ、うん、だから俺その人見た瞬間に、俺 SEO 勉強すんのやめようってそういう世界を持ってる人、はいはい、そうだな。今営業も賞賛っすよね。まさやね、はい、営業はね、もちろんあんま金かける必要ないですもんね。お金がなくてもできると、うん、余裕でできる。それこそラッセンとかすごいっすよね。だってあんなもう集客1ミリも金かかってない。竹下通りでね昔、はい、あのラッセンの呼び込みで取ってきて、うんうんうん、もう営業の手法だけでね一つすら売るみたいなとかね。このじゃあ PR チラシも、僕 PR ってあんまりやらないんですけど。そうやね、はい、PR とかだからこれもうめちゃくちゃいい例よ。俺が1回失敗してとか、僕が1回全く意味ないな思ったのがあって、はい、あるテレビに出たんですよね。まあこれは金払ってたんですよ。はいはいはい、どんなもんかな思って、はいはい、数百万ぐらい、数百万で出れる、出れるテレビ、はい、でまあ出たわけですよね。でもあんま意味ないんですよ。なぜかっていうと、うん、僕そもそも顔出ししてなかったし、1ミリも顔出ししない、表にも出てない、 SNS もやってないような、はい、僕がいきなり PR で動線が一切ない状態、ね、状態でテレビ出てもなんか、あ、芸能人可愛かったぐらいでマジで、まあ、それはそうだよね。だって検索した結果どこにもたどり着けない。そうそう、あいつ誰みたいな思いもありますよね。 PR もこれ結構おもろいのがね、はい、PR プランナーっていっぱいいるじゃないですか、はいはいはい、あ、これみんなねプランナーさんっていうのがいるの。こういう PR とかを例えば北原さんやったらこういう風に使った方がいいっすよみたいなのを教えてくれる、まあ、プランナーがいるんだけど、はい、これはね僕すっげえ優秀な PR プランナーであって、はい、PR は広げるためじゃないと、はい、もう結局はこれをするためだと。CV のためですよね。そう、コンバージョンするために PR をするんだって言われて、はいはい、おお確かにみたいなね、うん、っていうのを5年ぐらい前に勉強したっていうね。でチラシもこれじゃあ翔さんちょっと渡す。これだからもうお金かかんないですね、はい、これ、はい、えチラシお金かかんないんですか。だってその僕の知り合いなんて手書きっすよ、はい、初めて手書きのチラシ手書きで、はい、この QR 貼って、はい、で自分で吸って、はい、でやってたんで、うちはなんかもね1回作ると多いやし。そのチラシはどうやって配りに行くんですか。もうその店の近辺とか、うんうん、渋谷のスクランブル交差点でもやったし、はいはいはい、歌舞伎町のどこなんかでもやったし、はい、早稲田の目の前でもやったし。これがねチラシっていうと印刷したりとかはい、はい、あとそのポストに入れに行くんですよ。ポスティングとかね。翔さんって駅前とかそこでピッピーなんですね。いるもん客すごいわ。いろいろお話ししたんですけど、僕と翔さんが今たどり着いてるのはここなんですよね。あの広告、ウェブ広告でやっぱり一番効率が良くて一番定額からできて、かつアッパーもかけようと思えばいくらでもかけられるっていうジャンルがここかなと思っていて、それぞれもねかけようと思えばかけられるんですけど、やっぱこう後にも先にもやっぱここ、うん、っていうのをちゃんと極めていかないと勝負の仕方がまるっきり変わってくるかなと思います。なのでちょっと今日はウェブ広告について掘り下げてお話しさせていただこうと思います、うん、はい、まあ、やったらあかんことですね。やったらあかんことですね。はい、うん、広告って何のためなのっていう部分で、うん、結構ね知ってもらうためとかたくさんの認知を取るためとかっていう風に やられる方多いんですけど、それをやるとそもそも死にます、うん、知ってもらうために広告を出すとやっぱり動線ができてない時っていうのはただお金をまいてる行為になっちゃうんで、だから広告とは何のためにやるのかっていうと、コンバージョンさせるため、案件獲得を実際に獲得するためですね、うん、はい、でじゃあこの専門用語の LTV と、うん、このロイに対してはい、はい、ちょっと翔さんの方から俺見た方がいい、いいお願いしますいいですか。広告をやっていくってなった時に一番大事になる数字は、はい、多分もう ROI、 もうこれが一番でリターンオンインベストメントって書くけど、まあ、投資の用語でもあんねんけど、この ROI は何かっていうと、かけた広告費に対して利益がどれくらい出たかをまあパーセントで出すと。例えばじゃあ10万円広告をかけました、30万利益が残りました、ROI 何パーですか、これですけど300、そういうことですね、はい、300% ですと。ぶち切ったら ROI が仮によもう 110% とか 120% とか、もうこの数字が出た段階で鬼分見せればいい。なんでかってもう利益出てるから。俺はもう基本的に ROI が高いものか、もしくは利益が出たものはもう全部広告を分回していくっていうのが俺の基本的な考え方やねんけど、これちょっと大事なのが、なんでこれを出したかっていうと、この LTV っていうのがすごい重要で、それこそ北原さんとかやったら精神の時の部屋が月額2万円ですと、こういうサービス月額2万円とか月額何本みたいなサブスク型のモデルで広告を回した時にみんな考えるのがね、 LTV 計算するのよ。 LTV っていう部分がまず何なのかっていうのは、 LTV 生涯顧客生産性っていう言葉で、うん、コロさんが僕の元に来てくれて、うん、一体いくら使
って離れていくのかっていうような部分ですね、うんうん、だから例えば今翔さんの方から、2万円っていうね、あのコミュニティの2万円っていうものを触れてくれたんですけど、うん、コミュニティに入ってくれたらじゃあ何ヶ月チャージしていって最終的に出ていかれるのかっていう部分ですよね。だから6ヶ月いてくれたら12万円になるし、1年いてくれたら24万円になるわけですよね。でこの生涯顧客生産性っていう部分を把握して、あとはこのロイの部分ですね、うん、ここのバランスを見ながらやっていくんですけど、ここはね見込みでやるなっていう部分がすごく大事。そう大事。よくあるのは LTV が30万ぐらいあるからとかって言って、うん、30万円を、回収できる見込みで30万円を消化する前に一人のお客さんを連れてこれればええやんっていうような考え方をする人がいらっしゃるんですよね、うんうん、でもそれってやっぱり LTV ってちょっと市場が変わったりとか、うん、ルールチェンジが起きたりとか何かが起きた瞬間に根底から覆ることが多々あるんですよね、うん、なのでその LTV をベースに考えるのは危険だよっていうことをちゃんと理解しておいてほしいですね、うん、はい。だからまあめっちゃ大事なのが空想の数字ですね、はい、例えば2万円ですと、はい、で LTV が仮にじゃあ期間が1年間使ってくれるお金になってたら24万円ですと、はい、ほなこの24万円を1年間だいたい LTV で使ってくれるから、ほな広告に24万突っ込んでもええやんなると死ぬの、はい、だから俺も月額制のサービスとか売るときに広告を出すときは基本的にはこの LTV 換算はせずに何するかっていうと、じゃあ月額2万円になったらショットで考えるっていうこの考えがめっちゃ重要。初回の確実に入ってくる料金だから2万円以下で2万円の案件が取れたらそれこそぶん回せばいいわけですよね、うんうん、でそれが効率悪くなるまでずっと踏んどけっていう感じですね、うん、例えば月額2万のサービスを2万以下までにこうやろうと思うけど2万以下にならへんから話し LTV で考えるとかっていう商品だと思うんですけど、なんかそこは諦めず2万以下に落とした方がいいのか。あ、だから別にその月額2万円に対して広告を回すんじゃなくて、セミナーの方に1回通すために広告を回せとかっていう風にずらすんですよね、うんうん、はい、で僕去年だったかな今年だったかな、広告を最適化していくと大会率が上がるっていうことに気づいて、確かに言うてた。コミュニティをね加速させようと思って、その一撃2万円以下で集客できるやんつって、いやこれ分回せって言って、分回した結果何が起きたかっていうと大会率上がったんですよね。でこれ怖って思って、何が起きたかっていうと、要は今までコミュニティに入ってきてくれた人たちって僕のセミナーを受けたりとか、いろんな人のセミナーと比較していろいろ行った結果最終的に僕のセミナー来てコミュニティっていうのを知ってくれたんですけど、でそのコミュニティに入ってくれれば僕のこの頑張りを分かっていただける、何を伝えてるのか知ってもらうことによってみんながビジネス戦闘力がつくなって思ったんですけど、その背景であるところに対してタッチしないでいきなりここに入るようになってくると、うん、1人当たりの広告獲得単価を下げれば下げるほど、うん、大会率、大会までの時間軸が早くなったんですよね、うん、つまり広告で分回せば分回すほど LTV がどんどん悪くなっていったんですよ、うんうん、これちょっとすげえ発見だなって。だからその教育をするところに対してまず必ず踏んでもらわなきゃいけないなと思って、うんうん、だからそれ入ってからやるじゃなくて入る前が勝負なんだと思ったんですよ、うんうんうん、はい、だからその入る前っていうのを去年の後半ぐらいから今ガチガチに作り込んでいってますね、うんうん、はい、これちなみになんですけども、翔さんも北野さんも、うん、広告の代行会社みたいなのを使ってるんですか？いや、うちは自社で回してますね。でも自社と代行を分けてるね、はい、なんで分けるんですか？自社でやったとしても、はい、広告人じゃないですか、はいはいはい、言うたら、はい、だからその人に依存するのも怖いなと思って。ああなるほどね。だから広告がもし仮に自社で回してて自社の数字が悪くなっちゃったってなったら死ぬじゃないですか。はいはいはい。だからもう基本僕集客はもう分散させるっていう考えなんですよ。はいはいはい。それこそだからここあの数字悪い広告会社も本当に金払ってますよ、ずっと気合、はいはい、でもうそれこそ10万でも毎月払っとくんですよ。今まではずっと払っててんから、お前そろそろ頑張れよみたいな、はいはい、詰めれるんですよ。でもね翔さん今ね、うん、さらっとね10万払ってんよって言って、翔さんってねマウント取ってくるんよ。何で10万が払えんのよ最初は。そうやな。いやこれね、うん、僕はもうダイレクト CV で、うん、やっぱその側近性あるところに、うん、広告何パターンでも500円ずつでいいから、500円ぐらいずつだと1ヶ月1万5000円と仮定するじゃないですか、うん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 、そうすると7個 6.5 個ぐらいは回せるじゃないですか、うん、でその 6.5 個を同時に回しながら一番回収率だけがいいやつだけ残して一撃回収2万円
円以上かかっちゃってるのはどんどん停止していって、ね、この路線この路線この路線ってことをひたすら磨きかかって手元のキャッシュをとにかく増やすってことを僕だったらやるんですけど、うん、これはどうですか翔さん。いや、合ってると思う。とにかくテストでいかにキャッシュを作るか。だからキャッシュを作りながらテストするっていうのがめっちゃ大事、うん、そのキャッシュを作りながらテストするじゃないですか。そしたら結局コンバージョンできなくてもリストが溜まるじゃないですかね、うん、でそのリストに対してまたこう一撃でこうセミナー1回来てくださいっていうセミナー開いて、そこからもう1回回収するためのセミナーっていうのが1回ワンチャン狙えるので、うん、収益を上げながらリストを貯めて、そのリストに対してもまたアプローチをかけてるっていうことが全体のサイクルとしてプラスに転じられるんだったら、それもその行動をずっと続ければ資金ってどん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 増えていくんで、うん、これぜひおすすめです、ね、いいね、はい、やっちゃいけないこととしてはいきなりでかい金額突っ込むなっていう部分ですね、うんうん、でそれと最初に必ず作らなきゃいけないのはお客さんが商品を買ってくれるっていうところまでの動線確認ですね、うん、この動線を確認しないで広告とかにお金を突っ込まないでください、うん、まずコンバージョンを愚直に取りに行くっていうところに対してまず一点集中して、でそれをやってからの PR とか広報チームを作るとかになってきます。なのでコンバージョンを取りに行くことで、そのコンバージョンを取るために意識しなきゃいけないのがこの LTV と ROAS ですね、はい、ここの部分を気にしてください。でもっと分かりやすく言うと、一撃回収できるところにお金を突っ込んでてください。その商品を売れた時にいただけるお金で LTV 換算するんじゃなくて、初回でいただけるお金、ショットでいただけるお金に対してのそれ以下で収まる広告をどん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 動かしていくっていう視点でやると、まあこけることはないですね、うん。本日もありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録の方と高評価の方をよろしくお願いします。ありがとうございました。